チャオ、あっちゃんです。今日、ね、12月14日、今日もね、昨日に引き続きお出かけ、今日はちょっとね、お買い物と、行きたいとこあるんで、それ両方行きたいと思います。はい、寒い、めっちゃ寒い、たまりません。ただいま2度でございます。これちょっと溶けようか。これとこれがね、映り込むって言ってた人がいてたから、ちょっと入っとこう。レムちゃんが映ってる？まあいいや、うん、ここへ映るように置いとこう。これがね、多分ね、映り込んだ。これあのカメラ置く台にね、使ってたん、横に。滑り止めマットね。じゃあこう、こうとか。ADCB のジャケットがこのところにあるやん。寒い寒いね、ちょっと今日行きたいところがあって、そこをどう行こうかな。大体の道は分かってんねん。大体のね。でも、大体。どういったらいいのかな。ブレーキがなく、ナビ使おうか。ナビ乗ってるかな。今日は12月14日木曜日です。はい、麺の日です。麺の日。GPS を待機中です。どうや、これ。ちょ、どうやったっけ、ジールとこれか。これぐらい。反射する名前か。はい、まあいいや。次止まった時にもセットしよう。欲しいもんもあるねんけど、まあ、イオンモール行きたいね、カルディさん行きたいね、イオンモールで、なんか買うてってくれたのまで、また忘れた、カルディかな、売ってへんねん、また行ったら買うてってあるわって言うとって、何言ってたっけ、メモ書いとかの忘れるわ、寮に頼まれてるのもスイーツ男子ね、自分で何か作りたい言うから、カルディしか売ってないわ、まだ買うてくるわって言うとって、まあ、でもこの前だからバニラエッセンスじゃないわ、バニラビーンズ買ってきて、何やらもう因縁とか言って何やったっけ、覚えてないなそんなこと聞くなんて、覚えてないところ寮に、寮でも聞いてたのって何やったんかな、忘れた、耳から取れへん、あの歌
風に頼まれとったんやもん。思い出さへん。何でしょうか。何頼まれてたっけな。録音しました。こういう時にな、携帯も出しとったら LINE でも言っといたら休み時間中に返してくんやろうけど。あ、でも電話取り上げられてんのか。5キロ以上道なりです。どこ行くの。5キロ以上どこもルート設定してないんだけど。中学校朝からね、携帯持って行ったら先生に預けて帰る時に返してくれるから。何やったかな。あ、生クリームや。千葉だかな。いや、生クリームも言ってた気もするけど。二寮がスイーツ作るのに、うん、で作るとか言ってて、で、動画撮るって言ってたから、うん、動画、うん、撮ろうかって言って、で自分であげたらわって言って、うん、自分であげようか、でも自分のチャンネルはそんなんじゃないからな。サブで、うん、サブっていうか、まあね、趣味兼ねてで YouTube しようかなとか言ってたけど、ね、ピカルもね、YouTube しようかなって笑ってたけど、うちの子そんなんばっかりかよって。でもまあね、楽しいからね、YouTube ね。行くかな。こういう時に限って信号が青やったりね。ここが赤やったら結構長いからナビ設定できてんけど。まあいいけどもみたいな。イオンモールのまた先やね。そこの方が行きたいとこがあってね。まあ、今から行ったイオンモールちょうど10時開店やから開店に行けんねんけど、そんな早いってもさ仕方ないし。モールに昼ぐらい、昼ご飯にモールで食べたいなと思ってさ。息が白い。二度だ。クエストモーターってやつね、長らくお待たせしましたいう感じで、やっとね、スイッチが OK だったんで、いつしようかな、またカラオケ歌いますね。カラオケ音源がね、もう最近ね、ジョイサウンドは何もないと思うよ、何も問題なかったんだけど、第一高所、ダム
がなんかカラオケをやってた動画の主を相手にね、やかんやで裁判したとかやって、でカラオケの音源を YouTube が落としていってるらしいから、ジョイサウンドはまだ大丈夫やねん。で、あれはジョイサウンドやねん、スイッチは。で、あっちゃんいつもカラオケ行くね、ジョイサウンドやるから、まあ今のところ問題ないって言ってるんで、いずれもしかしたらあっちゃんのカラオケもダメになっちゃうかもわからんねん。まあ今のところはね、広告がつくねんけども、その広告は、広告収入は向こう行くねん。カラオケの音源主の方行くからね、それだけで、まあ、なんとか上げられてんねんけど、どうもね、ダムはダメっぽい、うん、なんかダムで、カラオケ音源使って動画を上げると引っかかるっていうか、うん、消されちゃう、もしかしたら訴訟問題まで発展するんだもんね、うん、まあ、ちょっとね、うん、でもさ、カラオケのGPS を受信できません。カラオケを上げるのはダメやと思うで、音楽だけ、うん、とか映像とかひっくるめて、それは向こうに権利あると思うけど、それを使ってね、本人が歌って動画上げるの何が悪いんやろうね。それ見たらまたそのカラオケ行きたいなと思うんやんか。カラオケの動画見てたらカラオケ行きたくならへん、あちゃんなんだ、うん、だからそれでカラオケ、およそ3キロ先右方向です、どこ行くねんどこ行くねんね、そんな感じに思うからね、何か分からへん、しょうもないところで権利主張するの。確かにね、誰かが出してる動画をそのまま丸パクリしてポコンって出したりしたらあかんと思うんで、それは、うん、で歌なんかでも、ね、テレビで歌ってる歌を出すっていうのはね、やっぱ CD とか、あの CD ちゃうけど MP3 とかで歌だけとか変えたりできるから、ああいうのって出したらあかんと思うね。でもカラオケ音源使って動画主が歌うっていうのはええんちゃうんかな、で何を問題あるのかな、不思議で仕方ない、うん、何でもかんでも権利主張しとったらあかんと思うんだけどねだからね、それも言ったらカラオケ歌うときに権利としてお金払うやんか。ってみたら1曲歌ったら、1曲歌ったに対して、そのね、カラオケ印税っていうのをその音源主に払うのよね。でさらにそれを動画で使うことによってその動画収入もそっちに行くねんね。カラオケなんかって半分かな、なんかそんなんとかあんねんけど、なんかいろいろあんねん、その音源主に全額行く時と半額行く時とあんねんけど、そんなんがあんねんけどね、のにね、それで権利で潤ってんのに何が分かんのかな。だからあっちゃんも言ってみたら、あっちゃんの映像を使って、ね、なんか動画上げたいねっていう人だったら OK するねん、申請してくれたら。申請せへんかったらあかんよ、もちろん無断でやったら見つけ次第即刻、うん、通報するけども、申請してくれたらいいよってあっちゃんは許すねんけどもね。黄色止まっとこ、怖い怖い、後ろから来た車すごい勢いで来て、ローソン入ったから多分止まりきれへんなんかな、横へパーンって入った、怖い怖い。関西はねそういうの多いからね、黄色になったハザード止まったら怖いね。そんな話はどうでもいい、ナビ、あ、ローソンの中入って信号無視していきよったあいつ、悪っ。ナビのいろいろ、ここだ、うん、何やったっけな、電話番号や施設名称から地図を表示して目的地を設定できます。施設名称何やったっけな、忘れちゃった。
行ったら早いか、早いとかどこ行ったら分かりやすい、面白い道を通れるかな。何なんやろな。およそ700m 先、右方向です。匿名しか知らんのよ。もうねー分からへんかなーって、とりあえずちょっとネットで検索しようかな、一緒ネットで検索の前にあれ持ってったかな。およそ300m 先、右方向です。10年完了して入れたはずやねんけど、もう右じゃないよ。あ、右やよ。右で追ってるよ。よいしょ。あった。じゃあ、ポケット Wi-Fi。最近使ってないからさ。まもなく右方向です。仕事がいかんの、仕方ない。これはあこのとこ右、そう、進んでから実際にしてくれんと危ないよね、2台分ぐらいね。奈良県そんな信号多いね。青やのにどうして止まってる。およそ 700m 先、左方向です。ガストが目印です。いいで、携帯忘れてきたとかないやろな一番最悪のパターンやんか。いや、マジないな、やべ。いや、マジ入れてないんかな。時々やらかすねん。充電しとって抜いて電池忘れることね。およそ2キロ先、直進方向です。やば、
マジか、今日途中でライブショー戻ったのに止まられへんからな。こういう時に限って信号止まらへんからさ、バッグの中漁られへんね。まあ、携帯がないと不便だなっていう生活で済むねんけどさ、神社の名前は検索できるのが不便やな。だいたいわかんねん。一回だけ行ったことあんねんけど、神社ってね、今お前来んなって時は行かれへんって言うねんね。だからもしかしたらそのパターンとか、そういう今周期に入ってんのかもわかんない。だから美和さんもなかなか行こう思っても行かれへんねんね。もうね、誰が開けてるから、ね、神社はみきちゃんのお父ちゃん亡くなってから時間経ってるからもう犬はいいんだけどね。マジでちょっと待って、マジ忘れてたんちゃう、これやっばで、あれは充電つないだまんま置いてたわいやいいか、こういう時に限ってね、大事な連絡入ったりする時あるからな。およそ700メートル先、直進方向です。入れた記憶がないのよ。正直ね。およそ300メートル先、直進方向です。まもなく直進方向です。その先、300メートルで縄手町を左方向です。またこういう時に限ってこういうパターンで信号止まれへんねんねバイパス乗ったら完全にも止まられへんしね。およそ300メートル先、縄手町を左方向です。サークル K が目印です。にしてもやばいぞまもなく左方向です。その先200メートルで縄手町南を右方向です。ここは長いからカソカソできるよ。これでしょ、これでしょ、これでしょ。やっぱ完璧忘れたわ。ネット Wi-Fi だけで意味ね。電源切っとこ。携帯を忘れてきました。はい、今日一日ごめんなさい。何の連絡も取れないでございます。まあこんな日もあれやね。昨日じゃなかったよかった。昨日やったら連絡取れへんとこやん。まもなく右方向です。
GPS を受信できません。何やったかな。忘れたよ。奈良県神社ありすぎ。5キロ以上道なりです。なんかちょっとね、なんか疲れた。携帯忘れて一気に疲れた。まあいいやね。いいや、ちょっと仕方ないよね。ないもんはないもんね。向こうも入れてないし、どこ置いたんやろ、それより。GPS を受信できません。まあね、さっと行って、さっと帰りましょう。どっちにしても食材だけ買ってやらなあかんからね。実はね、神社の飲みやけど、寮が欲しいやつを寮のレシピから検索しているのを探したろうと思っとってんけど、何が言ったっけな。まあまた感じていいか。寒い。ヒーター入れたいねや。何をしてんねん。あんまりヒーター入れるとね、体が温まりすぎちゃうからさ、まあ、好きじゃないのよな。
後ろの風が使えないか。警察からもね、ちらっと見てたよ。みんなやっぱり警戒してんね。大体でも制限速度ぐらいで走ったら大丈夫だけど、制限プラスぐらいでも目立っちゃうとやられるね。怪しげなもんね、普通のクラウンでした。あそこのね、葛城の道の駅できたから、一回道の駅見に行こう。道の駅大好きやからね、今日見に行っておきましょう。結構大きいのができて、ね、気にはなっとったんやけどね。めったに降りひんよ。時々降りるか。大阪行くとこ通るからね。時々ここめっさ、ここ最近ね、ちょっとね、ここの道の動画はないと思うねんけど、ここもね、ちゃんは時々通ります。めっちゃ歯通る。なんかね、上の高田バイパスの交換のところ の, あの排水口のパイプがあるんだけど、そのパイプに鳩がめっちゃたかってんね。かわいい。なんであのとこたかってんだろう。鳥ってようわからんよね。なんかの変なパイプとかあったらたかるよね。かわいいな、なんか。昔欲しかったってさ、お父ちゃんに鳩欲しいと、鳩いらんとか。鳩って懐くっていうのは、あの、鳥
飛ばしても帰ってくるとかいうか、だから、うん、いいなと思ってたけど、なんちょっと父ちゃんは鳩は嫌いやつって買ってくれへんかって、福島の父ちゃんは昔鳩飼っとったらしい。なんか鳩レースとか流行って、うん、それで鳩レースとか出しててんとか言って、お父ちゃん言ってた、福島とかいつもそんな話ばっかりしてたの。どっから入んのかな、道の駅。こっからか。よいしょ、うん、行きましょう。道の駅葛城です。一般道道を間違えちゃいました。こっちじゃなかったみたい。はい、はい、道間違えたから戻りましょう。どうも入るところを間違えちゃったみたいでございます。前の車についてつられて行ってしもたやん。上に駐車場あるのかなと思ったら、初めて来るとか分からへん、入り口。あそこでも逆走やろ、一般道って言われてるから、どっから入んねん。あ、そっち曲がんのかい。うん、初めて行くとか分からへん。すぐでした。うん、寒いね。うん、スカートはね、可愛いけど寒いわ。ちょっとごっついストッキング買わなあかんのかな。手順してた。ここだよ。西で行きます。ここだよ。